はい、朝です。ちょっとコンビニに寄ります。買い物に行ってきます。はい、とりあえず今ね買い物をしてきました。とりあえず冷蔵庫にねぶち込みますね。今日はちょっといつもよりカメラアングルが少し前の方に来て、僕の目線と近いぐらいのところにカメラを持ってきてます。なので、まあ、結構運転してる感じの目線ぐらいかな、そんな感じになってると思います。まあ、ちょっと横ですけど、真ん中辺にちょっと寄ってますけど、なんか今電話が鳴りましたね。真ん中辺にちょっと寄ってますけど、そんな感じのアングルになってます。とりあえずね、ちょっと今から夜間の走行をこのまま走っていこうかなと思います。スカニアだ。スカニアでした。まあ、ちょっと夜なのであんまりね、わかんないんですけど、ミラーレスつけて撮ろうかななんても思ったんですけど、ミラーレスね、どうしても30分っていうあれがあって、枠が30分に1回切れちゃう、切れるんですよね。でしかも僕の持ってるカメラがその給電をしながら撮影ができないので、電池がなくなったら電池も変えなきゃいけないし、まあ、やっぱそうなるとやっぱね、なかなかカメラで撮るって、ミラーレスで撮るのもちょっと大変だなと思って、ちょっとの時間だったらいいんですけどちょっと今こうやってロング、 夜のロング撮ろうかななんて思ったら、ちょっと ミラーレス大変かなみたいな感じがあって、
今とりあえずね、まあ GoPro で撮ってみてますけど、まあどうしてもやっぱちょっと暗いですね、 GoPro だとね。ミラーレスで撮ればもっとね、いろいろこの辺も明るく、外ももっと明るく撮れたりできるんですけどね。まあ、とりあえず今日は GoPro でこんな感じで、ちょっと前の目線みたいな感じでも、ほぼほぼ僕の顔の横ぐらいにあのカメラはあるので、割と近い感じにはなってるとは思いますけど、まあ寝台から覗き込んだ感じですかねそのぐらいの目線にはなってるはずです。普段だと僕が多分僕の後ろとかが入ってると思うんですけど、今日のは多分この前だけ、僕の姿は映ってないと思うんで、まあ、僕が見た目線っぽくはなってるかなとは思うんですけどね。まあ、前も話したんですけど、そのね、頭とかにつけて GoPro つけて撮ったりすると、どうしてもね、確認とかで頭振った時に映像がぶれるんで、すごくあれやっぱ見ててね、あれあんまり気持ちいいもんじゃないんですよね。やっぱカメラは固定した方がやっぱり見てる方は楽だなっていう感じはあるので、まあ、ブレってあんまりね見てて心地いいものじゃないので、なるべくカメラは固定させておいた方がいいかなって。なんで今日はちょっとねこの辺にちょっと固定してみました。夜なんてあんまり分かんないかもしれないですけどね、明るい時にこれでやってみたらどのぐらいになるかなっていうのもあるんですけど、まあ、ただ僕の姿は見えないです僕の姿が見えないので、僕がどんだけひげを伸ばしてもへっちゃらって話ですけどということで、とりあえずね暗い中をちょっと走っていきますが、まあリアルな時間の経過と景色とを楽しんでもらえれば、というか多分僕が自分ですげえ楽しんで見てると思いますけど夜のリアルな走行動画なんで、あんまりね多分喋ることないと思うんでねえのかやって喋ることねえのかやって話ですけど、会って始めたんじゃねえかよみたいなね感じありますけど、ただ今ちょっとせやこのアングルでどうかなと思ってやりだしたんで、なんとなく撮ってみようみたいな、そんな勢いで撮り出したんで、
か話すこととか何も考えてないのでなんかこう走ってて面白いものがあったりしたら、あったりしたり、あの面白いこと浮かんだら、面白いことというか話すことが浮かんだら話していこうかなって、そんな感じですね。なのでもしかしたら動画が終わるまで何も話さない可能性もありますこいつ何も思いつかなんだよなみたいな、そんな感じになるかもしれないです。まあ、とりあえずね、ちょっと走ってきますね。まあ、やっぱり夜は車少ないんでね、割とこうやってスイ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 走っていけるんで、やっぱ走るなら夜はやっぱ楽ですね。結構なんていうんですかね、昔ああいう雑貨みたいな仕事、ああいうのもやってたんですけど、ああいう雑貨の路線とか走ってる人たちに話を聞いてたら、もうやっぱそのね、ああいう雑貨とかって夜走ってるじゃないですか。もう夜走り慣れると、もう昼間走るのがやっぱこの車が多すぎてなんか大変で、もうなんかこう雑貨の路線とかやってると、もう路線やっとればいいみたいな感じになるみたいですよ。やっぱり夜からあの走るに楽すぎて、まあ、確かにそうやなとは思いますよね。夜走ってるとやっぱ楽ですもんね。全然車いないし。ただ僕たちはその一般の荷物やりながらも、そのなんていうんですか、路線もやってたんで、路線というね、雑貨をやってたんで、やっぱ朝荷物、一般荷物を下ろして、それから夜みたいな、そんな感じで走ってたんで、なんかこのペースが全然つかめずに、なんかすごく偉かったっていう感じがありましたけどね。なんかその専属で路線で走ってる人たちも、なんかたまにああいう一般荷物フリーで走るような時があるらしくて、そういうフリーに走るような配車が当たるとすげえ偉いって言ってましたよね、やっぱね。なので雑貨なら雑貨ずっとやってた方がやっぱいいなみたいな話してたんで、まあ、それはやっぱあるかもしれんなと思いましたね。大体ね、ああいう雑貨の仕事とかは夜あの走って朝方には終わるみたいな感じ、朝明るくなる頃には僕らは大体終わってたかな。でそこで終わって、結局そっから何て言うんですか、一般の荷物をまた拾いに行ったりしてたんで、なんで結構なんていうんですか、ハードになるんですよね。だからなんか偉かったっていうイメージがありましたね。
僕は結構その行けばすぐ詰めるって仕事が好きだったんで、米とか当たっても行ったらすぐ詰めるんで、米とかなんか、あよっしゃよっしゃみたいな感じで行ってましたけどね。下手になんか入ってなかなか詰めずに待ちがあるみたいな仕事の方がよっぽど嫌で、もう米は行ったらまあ1台2台順番があれば待ちはありますけど、まあ、待ってもそんだけなんで、トラックの積み待ちだけなんで、僕はやもんで、なんかもうその米とかあるなら米やるみたいな感じであれでしたね。ただ本当にね、積みはね結構ね、その荷台にポン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 下ろしていくだけなんで、積みはまだいいんですけど、下ろしで今度パレットに組んでいくっていう時がまず偉いの、本当に偉いの。その、まあ、13段ぐらいをこの下ろしていくんですけど、でパレットにこう組んでいくんですね、組んでいくんですけど、まあ腰がね、本当に腰は痛いし、もうやっぱ力も使ってるんで、もう体調悪なるんじゃないかってぐらい偉いんですけど、なんか下ろし終わった時に、ああ下ろしたみたいな達成感がすげえあるんですよね。なんかね、茶振りって言ってバラ積み、手積みをした後とかは、結構達成感がありましたね。うわーやったぞーみたいな。なんで比較的米はよくやってましたね。だから今多分腰痛いんですかね。で、本当積む時なんかはパレットで持ってきてくれて、リフトで持ってくるんですけど、まあ、リフトでこう上にね上げて突っ取ってくれるっていうかね、そういう風にしてくれたりするんで、もうそこからこう滑らしてボンボンボンって荷台に落としていくだけみたいな、そんな感じなんでね、いいんですけど。でまた下ろしもね、そのパレットに組む時も、そのパレットに下ろす時もパンパンパンってその一発でポンポンって決まればいいんですけど、慣れてないうちってやっぱその一発で決まらんで、それをまたもう一回かまったりするんで、時間もどんどん食うし、結局荷物をちょこっとこうかまうだけでも力使ってるんで、結局同じ荷物をやっぱね何回もかまうっていうのはロス、時間のロスだし体力も奪われるし、なんでやっぱ一遍持ったやつはそのままパチンとその場で決まって下ろしていくと、結構スピードも速く下ろせるしっていう感じなんですけど、まあそれはなかなか最初はうまくはできなかったんですけどね。やっぱうまくも詰めなかったし、ガタガタになってまってね。やり直せってことはなかったですけど、その時はそうやってやってる時はやっぱあまりガタガタに積むと、その走行の中で重ねれないんで、積み直せとか言われる人も見えましたけどね。あでも僕一回あれですね、そのすごい年数空いて久しぶりにもう何年もその手積み仕事をしてなくて、それこそ米とかも全然やってなくて、何年後、もう5、6年後とかそんな感じですけど、に米に入って卸しに行った時に、一回そのちょっとこれひでえでちょっと積み直してみたいな感じは言われたことありますね。その一発目でやって卸しで組んでったんですけど、そのなんていうんですか、自分の感覚で言うと、そのパン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 下ろしていく感覚がやっぱ残ってるじゃないですか。でもそれが全然もう空いてるんで、何年もやっぱそんなうまくは下ろせずに、でもその感覚だけは残ってるんで、なんかこうパッ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 って下ろしてったんですけど、もう全然綺麗に詰めてなくて、なんか上の方に行った時に、あれなんかこれひてえなと思って、あこれはいくらなんでもやべえかなと思ったら、リフトマンさん来て、ちょっと
っとこれはひどいで、ちょっと積み直してよって言われて、うわぁ、そうだよね、これちょっとひどいよね、みたいな。これいくらなんでもひどいよね、みたいな感じになって。まあ、やっぱ全然できてねえなぁと思って、やっぱ開けるとダメなんだなぁと思って、その時思いましたね。全然できてないじゃんと思って。で、それもう一回積み直して、で、次からは、ああ、ちょっと綺麗に積まないとと思って、綺麗に積むようになって、その綺麗にバーって積んでたら、リフトマンさんまたバーって次寄ってきて、運転手さん、さっきの何やったのつって、そのぐらい綺麗に積んでくれるとありがてんやけど、なんて言われて、だよね、さすがに何年も空いたらこんなもんやわ、なんて話をって。綺麗に積もうと思えば、やっぱね、そうやってまだできたんですけど、一発目はなんかその、昔のいける感じで積んじゃったんで、全然ダメでしたね。リフトマンさんも笑ってましたもんね。さっきの1枚目何やったのあれ、なんです。僕も自分で何やったんやろね、あれみたいな思いましたもんね。何やったんやろね、あのガタガタはみたいな。そんな感じもありましたね。まあ、とりあえずああいう米とかそういう仕事は本当に偉い、大型に贈答にでそういうのをやろうと思うと本当に偉いですね。若いうちは本当にね、そういうのも楽しかったし、まあ、全然ね、やっぱ体も動いてたんで、もうそういうのが嫌じゃなかったし、もう全然もうオラオラ、もうじゃんじゃん来てみたいな感じだったんで、まあ今はもうちょっとごめん勘弁してみたいな感じですけどね。もうこんだけ空いちゃってるし、やってないし、まあ筋肉ももうね落ちちゃってるし、全然手積み仕事してないんで、まだ筋肉が落ちてるから余計に多分ね腰も痛くなっちゃってると思うんですけど、もう腰も痛いし、ちょっともう無理やなって思いますね。バラズミはちょっときついかな。よっぽどじんわりじんわりやっていけばあるかもしれないですけど、まあそんでもまあやっぱね、若い時みたいにそんな積み込みはできないかな、やっぱりね。
ぱ今運行管理とかその運行時間が結構厳しくなっているじゃないですか。そうするとその積み下ろしの時間も手積み手下ろしはどうしても時間かかるんで、そこに時間持ってかれちゃうと全然距離走れなくなっちゃうしね。やっぱ距離走るためには荷物はさっと積んでさっと走れるっていう状況がないとなかなか運転手やってるときついですよね。やっぱ積み込みに1時間2時間かかったらさすがに1時間2時間走れたらねすごい走れるんで、まあ割とそういうのもありますよね。だからあんまりその手積み手下ろしってものをまあ少なくしてってもらえると運転手は本当に時間もね余裕もできるし体力面も全然違うし、まあ、ただ、ね、でも本当あのなんていうんですかね、走る分にはバラ積みしてると本当に今度逆にねあの気が楽に走れるんで、走っている時は楽って言い方はおかしいですけど気楽っていうかね、パレット済みだとどうしてもなんかパレット済みの感じの走り方をしなきゃいけないし、その点バラ済みで積んでるとちょっと気が楽だったりしますね。まあ、バラ積みって言っても本当にねもうむちゃくちゃな走り方してるとあのケース同士が擦れて結構ひどいことになったりするんで、そんな走り方はしちゃダメだと思いますけど、でもあの僕本当にこうやって仕事してて思うんですけど、あの段ボールが汚れてるとか段ボールがちょこっと本当なんかペコッとへこんでるとか、あれで変なんかあの破損だってってなんか言うとこあるんですけど、そのための段ボールなんじゃねえのかなってすげえ思うんですけどどう思いますか。もうそれをなんかダメだと言うならその上にもう一個段ボール巻いてくれよみたいなその中保護するためのその段ボールなんじゃねえのかなって、その段ボールがへこんどったらもうダメですみたいな、そんなんやったらその段ボールを守る段ボールをもう一枚巻いてくれって、本当そんな感じじゃないですか。なんかねその辺の感覚がなんか厳しさを間違えとるんじゃねえかなっていうような感覚がすげえあるんですけどね、なんなんやろそれって思いますよね。その段ボールが破れて中の製品の段ボールにも何かなってるって言ったらそれはもうダメですけど、その段ボールがちょっとへこんでるとか、その中までいってるようなへこみじゃないんですよ、ポコンってちょこんとへこんでるとか、まあそれこれもだいぶ昔に話したことあるんですけど、僕のあの友達の人なんか荷下ろししてて汗がもう真夏ですよ、真夏で箱の中もう暑いのにそこでこう荷下ろししてたら汗がポタンって垂れたんですけど、汗を垂らさないでくださいなんつってめちゃくちゃ怒られたらしいですからねパレットにせいって言いとなるもんねバラで下ろさしといて、なんでそんな汗を垂らすななんて、どんなことでって思いますね。で、そういう汚れがあってもいいように段ボール巻いとるんでねえのかなつって、本当に意図になりますもんね。そら汗も垂れるぜ、そら、そんな暑い中でね、荷下ろし、手で荷下ろししとるや、汗もかくやろっていう。
汗もかかない、汗をかかないでください、汗垂らさないでくださいね。正直そのね、ちゃんとタオルとかもそのかけて拭きながらやっててもやっぱ垂れてまうぐらい汗かいてるのに、そのぐらい一生懸命やってるのに汗を垂らさないでください。アイドルじゃねえよね。とこもなんかちょっと行き過ぎとる感がありますけどね、なんかね。本当あの段ボールなんかでも本当もうポツンとなんかポツンと当たったような感じのあれなんですか。あれですらもうダメ、はいダメ、これ返品ねこれ。なんかもう怖くなってきますもんね、それ見てると。わ怖ここみたいな。すげえなここみたいな。もうパレットもにした方がいいし、もうなんかあの空で運んだ方がいいんじゃないですかと思うよね。もうね。トラック輸送してれば多少のね、擦れとかもあるやろうね。ドローンかなんかで運ばなしゃあないっすよ。そんなんもありますね。まあ厳しくっていうかね、そういう品質の管理で、なんか品質の問題でっていう、まあ大事さも分かりますけど、ほんと。わかるけど、なんか行き過ぎ感があるところがあるなっていう。まあ今は多分だいぶそういうのも少なくなったのかなとは思いますけど、一時期僕がやり仕事、こういう仕事しだして、まあどうだろうな、やっぱ何年ぐらい経った時やろう、5、6年とか、なんかそのぐらいの時はなんかほんと厳しかったっすね。なんでこんな厳しくなったっていうぐらい厳しかったっすね。なんか意味わからんぐらい厳しかったっすもんね。なんかほんとね、パレットで積んでってパレット積みで積んでるんですけど、ラップもガンガンに巻くなって言うんですよ。ラップもガンガンに巻いたらいかん。でもなんかその荷物もずれたらダメっていう。で間の緩衝材を入れてくんですけど、緩衝材入れてく緩衝材にもグッと押すなとか。意味やから。それで綺麗に運べっていうのがすごいなと思いましたもん。なんか本当なんかすげえ厳しかったな一時期。なんやろ、それがなんか品質を高めとるみたいな、そういう感覚やったのかな。なんか一時期本当すごかったですよ。異常な感じでしたね。なんかでもね、そんな中で仕事しててたまにああいうね、港とか行ってあの海外から流れてきたコンテナで運ばれてきたような荷物積むと、もう平気でもう段ボールにパックリ穴開いとるぐらいな、中身見えとるようなやつがガンガン流れてくるじゃないですか。向こうから流れてきたやつはこんな普通にそれを受け入れるのに、なんでこの国内で動いてるやつだけそんな厳しいのよみたいな。もうなんかほんとそのギャップがすごかったですね。もう海外から来たそのコンテナに中入ってきた段ボールなんてもう角なんかもう潰れて回るなとなっとるし、もう穴開いとるし中普通に見えとるし、そんなんでも普通になんかね、卸しに行きゃ普通に受け入れてる
受け入れてるんですけど、そうやって。まあそんなようなもんやろ、みたいな感じで受け入れて。なんで国内だけそんな厳しくなってるんやろ、みたいな。あれは本当なんか不思議、謎でしたね。まあ本当にね、なんか気を使わないいかん荷物とかも中にはね、あると思いますけど。頃よりは今はもう変わったかなって感じはありますね。そんな感じではなくなったかなっていうのはありますけど、なんか一時期多分そういうのが、まあ僕がその仕事してたところがそういう感じが多かったのかわかんないですけど、なんかすごいそういうのが多かった気がしますね。段ボールをね、守るために段ボールを巻いてくれって、本当それが本当の気持ちでしたね。そんなこと言うなら段ボール巻いて、でその巻いた段ボールもまた破損するとまた言うんで、またその上にまた段ボール巻いて、もう段ボール巻いて、またさらに段ボール巻いて、またもう一回段ボール巻いて、もうそれもまた破損するんです、じゃあまたもう一回段ボール巻いてってね、段ボールだらけですよ本当に。もはや段ボール屋しか儲からんすよ。まあこれはあくまでもこの昔の話ですけどね。もう15年とか本当にそんなぐらいの前の話ですけど。でもやっぱだいぶ変わったんかな。ずっとこうやって走ってるとなんかあんまりそういうのわかんないですけど、やっぱ昔と考えるとすごい変わったのかなとは思いますね。いろんなことが変わってるんだろうなって。なんか同じ感覚でずっと仕事してるけど、まあいろいろ変わってるんだろうなと思いますね。何年目ですかみたいなコメントあったんですけどね。僕もうちょいで、あれですね、20年ですね、トラック乗って。もうちょいで20年ですよ。この会社に20年弱いるってことですよ。恐ろしくないですか？恐ろしいっすよね。何が恐ろしいかは分からんけど恐ろしいっすよね。ね。20年ってすげえ時じゃないですか。ねえ、もう20年もいるんすよ。トラック乗っとるってことですよね、約ね。それもまたほんとすげえなぁ、20年も乗っとる。ていうかそれこそ本当にもう免許を取ってからもうね、何十年も経っとるっていうね、もう20何年経っとるとかさ、もうそういうのがさ、なんか信じられんすよね。車の免許を取ってから早もうそんなに経ってるのかよみたいな。恐ろしいですね。考えるとやっぱ恐ろしいな、なんか。
そんなに経ってるんですね。時間の経過ってすごいですね。なんかおっさんになるわけですわ、本当に。でも本当なんか僕多分ね、昔が老け顔だったんで、あんまりそんなんちゅうんですか、元が老け顔だったんで、あんまり今おっさんになってなんか変わあんまり変わらんくなったなって思うじゃないですか。でも若い時の写真見るとめちゃくちゃ老けてますけどね、やっぱり全然老けてますけどね何が老け顔は若く見られるやと思って、めちゃくちゃ老けとるやねえかっつってねい時の写真前見たら本当にありえんぐらい老けてましたなんか無灯火で走ってきてるよ前から。あれあれ無灯火ですよ、やばいな、あれ本当に無灯火やし、信号無視するの、あれ、あ、信号一応止まった、やばくね、あれ黒い車で無灯火やもんで見えなくないですか、映っとるかな、すげえな、あれ自分が無灯火って分かってねえのかな。すげえな、よっぽど明るい目をしとるよ。すげえ電気つけずにまた走っていける、やべえな、あれやべえ、ずっと電気つけてねえよ、やば、何あの車、やI don't know.
ですよ、めちゃくちゃ。本当すごい、ありんぐらい曇る。このトンネルがあったかいのかな、すごく。だからあの冬なんかでもすごい曇っちゃう、ガラスが。まあでもすごいあったかいので、ここ来るともうあのワイパーが凍ったやつとかも一気に全部溶けちゃうんで、あのすげえありがたいトンネルなんですけど、あの曇るのだけは危ないなと思いますね。多分なんかあの外にすごいあの曇ったらワイパー回してみたいな、そういう看板がいっぱい立ってますね。前走ってた時に一回なんか止まっちゃった車いましたもんね。多分その曇って何のこっちゃ分からんくなっちゃったんですね、多分ね。なるべく乗らずに走ってみたいなが昔からじゃないですか。そうやってして走ってきたんで、なんか高速に乗るって思うとなんかあーって思っちゃうんですよねやっぱ昔そうやってして走ってたからでしょうね、多分ね。高速に乗らないベタ惚れベタ惚れみたいなね。高速浮かせばそんだけ儲けだみたいな、なんかそんな感じだったんですかねなんかそういう感覚が残ってるのか、なんか高速に乗るっていうとなんかうわーってなんか思っちゃうんですよね。まあでも危ないので乗りますけど会社もね、乗ってそういうのは乗ってくださいって言ってくれてるんで乗りますけど、それで無理して事故してもね、またそれはそれで大変なんで、会社からしてもね、だから行ったじゃんって話になっちゃうしなかなか難しいところですよ。でもドライバー的なあれで言うとやっぱ乗りたくないなーっ
じがあるんですよね。田舎道は本当あれじゃないですか、こうやって夜走ると全然車いなくないですか夜中のね、こういう道だから本当走ってて楽ですよ。ありえんぐらいおらんくないですか夜中とかに走ってるトラックの本当リアルな感じですよね。信号点滅してたんで、もうさ、ね、先にブレーキ踏みました。わ、なんだかんだで早50分ぐらい経ってましたねなんだかんだで50分ぐらい、これまた長い動画になっちゃったな。なんだかんだ昔話してたらすげえ時間経ってたな。昔のことじゃった。昔は日本昔話ってやつ見とったな昔のことじゃった夕方何時あったかな、なんかねやってましたよね。もう全然覚えがないわ。もう何曜日にやってたかも覚えがないし、
なロング動画なんて撮ったことあったっけ。なんか眩しいな、あのライト眩しい、すげえ目いて、ハイビームかなこれ、眩しい、何今の、あの LED のあれ目に突き刺さるよね、光ほんと目いて、ちょっと先行くと、あのたまに僕がご飯を食べてたりした今朝丸パーキングっていうところがあるんですけど、そこがもうちょっと先ですね。した峠があるんですけど、そこを峠をここから越えて、まああのね、北陸の方へ入っていくような感じで走っていってます。でとりあえず今からそっちのね北陸の方までもう走っていって、一応目標ってことじゃないですけど、卸し先までね行こうと思ってます。そこまであとどうかな、1時間半2時間ぐらいかな、2時間ぐらいかかるのかな、2時間もかからんか、1時間半ぐらいか、そんなもんな感じですね。今日ちょっとねルート北陸の方行った時にルートちょっと変えて、なんか洗車機入れていこうかななんて思ってたんですけど、なんかちょっと雨がパラパラしてきたんで、
まあ、でも洗車機もういそろそろ入れたいなってとこなんで、一応洗車機、まあ、雨降ってても洗車機入れていこうかななんて気もしてますけど、あまりにももう汚いので、まあ、そんな感じでとりあえずね、もうこんで1時間ぐらい経つので、まあここで辺で終わろうかなと思いますね。まあまたちょっと1時間のロング動画になりましたが、ガンガンこれからもね垂れ流していきたいと思います。あともう1分2分ぐらいで1時間なのかな。これ今ね GoPro で撮ってても、まあ、時間がどうなのかわかんないんであれですけど、まあ、多分もうそろそろ1時間ぐらいだと思いますんで、まあ本当ならねこのままなんか夜の走行でずっと走っていくとこう出してもいいんですけど、あまりにも2時間3時間になるとねちょっと大変だと思うんで、この辺りで、まあ僕が喋らずに無言の状態で走ってるだけの動画でもだったら普通にいつもこうね流して撮ってるんで別にあれなんですけど、まあさすがにねそれっていうのも全く何もあとは喋りませんみたいな感じでもね、それはさすがにあれなので、一応やっぱ皆さんの時間をね一緒にこういう使ってあれしてるっていうのがあるので、とりあえずはね、とりあえず今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。それではバイバイ。